新型コロナウイルス特別措置法の改正をめぐり、自民党の下村政調会長は昨夜 BS フジのプライムニュースで、時短要請などに応じた事業者への国の支援は努力規定ではなく義務とすると明言しました。こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額給付金のことはね、ずっと頑張って出るように仕向けていきましょうということで、皆さんと一緒に力を合わせていきました。ここに来てね、一つの動きがありました。それは下村政調会長がこの財政支援のことをね、努力義務ではなくて、これは義務だというふうに言い換えてくれたんですよね。これはね、非常に重いことだと私は思っております。というのが、困っている人がいたら、お金に困っている人がいたら、まずそれをね、国が救うのは当たり前だと、絶対やれというふうな、この義務化なんですよね。もう義務ってのは果たさなければならないことなんで、これによって外堀が一個埋まったんじゃないかなと思ってるんですよ。皆さんどういうふうにお感じですかね。私はこの一歩は大きいと思いますよ。やっぱり共産党のね、代表がしっかりと詰めていただいたこと、これは大きかったと思いますし、私たちはやっぱり声をね、共産党さんにも届けましたんで、それがそのまんまね、下村政調会長に伝わったのかなと思います。下村政調会長といえば、自民党を束ねるね、3つの役職のうちの1つですから、かなり強い権限を持っています。まあ、ですんで、これは大きく見ていいんじゃないかなと思います。まずは事業者の支援っていうところは、これはね、事業者を支援することによって、まずは雇用の確保ってところが大きいわけなんですよ。そして次なんですけども、その雇用のね、中に入れなかった方への生活支援ですね、国民生活支援、こちらの方がどう動くかってことをこれからも見ていかなければならないかなと思います。特別定額給付金の話はそれからになると思います。まあ、なんせね、全国民に一律給付となると、その予算規模ってのはね、13兆円を超えるわけなんですよ。しかもこれを実行するとなると、やっぱりね、やっぱ手間がかかるんですよね。抵抗勢力もありますしね。その事業者への支援っていうのは、事業者利権っていうのがありますから、これはね、組織票をつかむためには、まあ、結構ね、有効なんですよ、事業者支援っていうのは。ただやっぱり個別支援っていうのは、いまいち自民党としてはね、事業者への支援さえすれば、事業者からの応援さえあれば、まあ、政権を譲ることはないって高をくくってますんで、だから国民は無視して大丈夫だっていうふうに思ってるような気がするんですよね。まあ、麻生財務大臣の態度を見てもそうですけども、まあ、完全にね、国民をもう見殺しにする気満々でやってるんですよ。もう何とも思ってないんですよ、国民の暮らしが困ることとか、国民が生命を脅かされたりとか、職を追われたりとかね、もう本当にね、悔しい思いがしますね。ああいう人がいる限り、麻生財務大臣がこの日本にいる限り、私たちに安定の日々は来ないです。もちろんですね、外国が攻めてくるみたいな心配もありますけども、そんなことよりも敵はうちにありなんですよね。麻生財務大臣がその役職を降りて普通のね、おじいちゃんになってくれるまで、私はね、麻生財務大臣という職をね、もし、解いていただけるんだったら、もうね、本当に、単なるご老人としてもう全然批判もしないんですけども、今の時点ではね、国民が苦しむことしかやってないわけですよ。まずその席を降りてほしいなと思っております。それでは最後にですね、問題の動画、 FNN の場面からご覧いただいて、ちょっと私も怒りに震えてますんでね、言葉が行ったり来たりしてますけども、ちょっと最後に、その動画の方ちょっとつけておきますんで、ご覧ください。政府が出そうとしているものは、支援を講ずるよう努めるものとすると、努力規定じゃないですか。それね、やっぱり努力、それは変えます、はい、努力義務じゃなくて義務とする。下村氏は、特措法改正案では営業時短短縮などの要請に応じた事業者への国の財政支援は義務とすると明言しました。政府が与野党に提示した改正案の概要では、要請に応じない事業者に行政罰の過料を科すことを盛り込む一方、国の支援は講ずるよう努めると努力規定にとどまっており、野党が義務化するよう求めていました。速稼塾の久保です。まあ、あのね、麻生財務大臣はとことんね、意地悪な人ですね。で、あとね、この嘘をつくのが結構下手だと思います。で、今回ね、ヤフーの記事に上がっていたんですけども、タイトルとしては、麻生氏10万円給付分だけ貯金増えたって言ってるんですよ。一体誰の貯金口座見てるんですかね。国民全員の貯金口座覗き見たんですかね。それこそ違法行為じゃないですか。何を考えてるんですかね、この人は。ちょっと画面切り替えてみますね。はい、これが記事ですね。麻生氏10万円給付分だけ貯金増えた、効果を疑問視と言ってね。
麻生財務大臣24日新型コロナウイルス対策の一環として国民一人当たり10万円を配った特別定額給付金についてその分だけ個人の貯蓄が増えた貯金が増えたと述べたというんですけどももう一回言いますけども麻生さんはね国民の預金口座を一人一人これ覗いてるんですかねとんでもない濃すい人ですよねその分だけ個人の貯金が増えたっていうね根拠もないことを言ってます根拠があるとしたらそれはそれで問題です消費を喚起する効果は限定的だったとの見方を示したと限定的なんでしょうかね限定的だとしたらその10万円が税金に引っこ抜かれたからですよ10万円じゃ足りないってことなんですよこういうふうなみみっちい10万円をねなんかパラッと配っただけじゃ足りないですよだから10万円を毎月半年間1年間配ってからこそ効果が出るわけじゃないですかで今回はその GDP の 10% とか 20% が失われてるわけなんですよですから50兆円とか100兆円とかを連続的に投入しないと効果出るわけないんですよこんなね1万とかねこの前もリーマンショックの時も1万何千とかね10万円みたいな申し訳ないですありがたいお金なんですけどもあえて言いますけどもはした金で効果があるとかないとかって語る時点でもうねもう引退した方がいいですよこの人は消費を喚起する効果は限定的だったとの見方を示した福岡市で開いた自身の政治資金パーティーで語ったってねこれに同意する人ってどんだけおめでたい人なんでしょうね、と毒づいた後でねちょっと言わせていただきますけども今日のお金がない人っていうのは10万円が今日使われちゃうんですよそうでしょう皆さんもおそらく10万円が入ったら今日中にいろんなものに使わないともう間に合わないと思うんですよで、お金持ちの方っていうのは10万円が入っても別に慌てて使う必要ないよねって形で本当に貯金に回すかもしれませんでもその方っていうのは別のところで消費してるんですよきちんと税金も払ってるんですよだから貯金はしたにしても結局支払いも増えてるんですよねだからそう考えるとね一体この10万円っていうのが誰の迷惑になったんだって話なんですよ麻生さんねご自身の懐から出したわけじゃないでしょあなたの懐は全く痛まないんですよなんで人が10万円で助かることをそこまで妬むのかってことなんですよ。腹立ちますね。だから、麻生太郎事務所ね、福岡にありますから、電話をじゃんじゃんかけて、お前何を考えてるんだと。ね、文句の一つでも言ってくださいよ。何にも国民のことが見えてないぞと。お前は自分の懐しか見えてないのかって。このぐらいのこと言ってもいいと思いますよ。これはね、悪意を込めて言うわけではなくて、正しい指摘として申し上げてほしいんですよ。私今感情が高ぶってますんで言葉が荒いですけども、こんな言葉を使っちゃダメですよ。ね、丁寧な言葉で麻生さんと私たちの現状を見てくださいと10万円はその日のうちにいろんなところに出てきました例えば車の税金ね私は軽自動車を持ってるんですけどもそこにも持っていかれましたガソリン代生活費何にも贅沢な暮らしをしてません単なる消費活動をするだけで精一杯ですこれがもし10万円なかったらもしかしたらね死んでいたかもしれませんとねそういうことはね麻生さん分かってないですねと政治資金パーティーに集まる方ってのは裕福な方でしょ私たちは政治資金パーティーの高いね、お金を払う余裕もないし、パーティーに出たら、その間パートを休まないといけないからやっていけないんです。麻生さん、金持ちの中でしかわからない話しないでくださいと。国民のほとんどは苦しいんですよと。麻生さんと同じ年代の70代の方、80代の方っていうのは、今日も生きる命なんですよ。その生きる命の5万、10万をね、豪華がなかったなぁとか言ってね、高みの見物しないでくださいと。そういうことをね、訴えてもらいたいと思います。生活保護の方がなんで生活保護になったのか分かりますか？ね、生活保護を受けたくても受けられない方もいますよ。そういう方に10万円がどれだけありがたいものだったか。なのにね、こんなことをね、政治金パーティーでよく恥ずかしげもなく言えますねってことですよ。麻生さん、全く分かってない。全く。まあ分かってないからこういうことを言うんでしょうね。ということでね、もう一回記事に戻ります。私もちょっと興奮してますけどもね、すいません。はい、記事に戻りまして、麻生氏は講演で、個人の現金がなくなって大変だというこの夏、一人10万円というのがコロナ対策の一環として、あーなんだよこれ、コロナ対策の一環としてなされた説明、その上で、給付金の効果について当然貯金が減るのかと思ったらとんでもない、その分だけ貯金が増えましたと主張した。だからね、これは麻生さんの勝手な感想です。勝手な感想。麻生さんの勝手な感想。麻生さんの勝手な感想ですよ。繰り返し言いますけども、麻生さんの勝手な感想をここで述べたにすぎません。真実とはほど遠いことです。さらに、金に困っている方の数は少ない。ゼロではありませんよ。金に困っている人の数は少ない。金に困ってない人って逆にいるんですか？みんな金に困ってるでしょ？ね？麻生財務大臣。なんで森友かけの問題を闇に入れたんですか？
ね、金に困ってるからでしょ。お金に困ってる職員が職を失いたくないから改ざんしたわけじゃないですか。命まで失いながらね。何を言ってるんですか。ちょっともう一回画面戻ります。はい、麻生氏は10万円給付の決定前、リーマンショック前に実施した2009年の定額給付金は効果がなかったなどとして、一律給付に反対する考えを述べていた。だが、減収世帯への30万円の給付に反対する公明党などの要件を申し入れ、政府として10万円給付の実施に転じた経緯があると。繰り返し言いますけどもね、1万円もらって、1万円を貯金しっぱなしの人はいませんよ。今日使わなくても明日使います。今年使わなくても来年使うんですよ。そう考えたらね、貯金したから効果がなかったってどういうことですかこれ。いや、貯金っていうのは何だと思います？いずれ使うお金ですよ。人間が生きてるうちに使うお金ですよ。じゃあ今日中に使わなかったら効果がなかったって言うんですか。2020年度中にお金使わなかったら効果がなかったって言うんですか。もしかしたら来年の支払いのために取ってるかもしれないじゃないですか。来年の春の税金のために取ってるかもしれないじゃないですかね。事業者の方がね、消費税の決算の後の消費税の、振り込みのために取ってるかもしれないじゃないですか。結局お金って10万円ポッチではね、何にも人生変わんないんですよ、うん、経済立て直す勢いもないです、10万円ポッチじゃね。だからましてやね、リーマンショックの時の1万何千円とかであれで効果があるって感じてるとしたら、相当な金銭感覚がもう麻痺してらっしゃるんじゃないかなと思います。麻生さんはもう今となってはね、10万円20万円ははしたからでしょ、個人的には、うん、私たちは10万円20万円どれほどね、人生を投じてそのお金を作っているのか、どれほどまでに爪を灯す勢いで5円10円を大切にしているのかね。カップラーメンが400円だとかなんとか言ってたこともありますけど、麻生さんね、カップラーメン400円なんて食ったことないですよ。売ってるところ見たこともないですよ。私たちが見るのはカップラーメン98円とか68円の特売の時だけですね。それを箱買いしてそれで上をしのいでるわけですよ。そういう人生の方とね、断るごとに料亭に行って誰が支払ったのかわからないとかね、なんか業者に中抜きをね、10万だか7万だかさせるようなね、そんな立場ではないんですよ。納税者は苦しんでいて税金で暮らしていらっしゃる方は余裕なんですよ。このバランスからしてもおかしいと思いませんか、うん、ということでね、今回は皆さんの気持ちを私が代弁しました。多分間違えてないと思います。いかがですか、どうなんでしょうか、間違えてますかね。うん、もしかしたら皆さんの気持ちは別のところにあって、私が勝手なことを一人で言ってるだけかもしれませんけども、よー久保さんよく言ってくれたなーと、それよそれよそれ言ってほしかったよみたいな方がいらっしゃったらね、グッド評価バッド評価どっちでもいいんで、コメントも書いてもらったら飛んで喜びます。さあ、それでは今回の動画の結論ですけども、特別定額給付金5万円10万円ぜひね、本年度中にお願いします。出してください。出してくれなければこれからも官邸にメールボンボン送りますよ。で、菅総理の事務所、こちらの方に電話バンバンかけますよ。ね。麻生総理じゃないや。麻生財務大臣のね、福岡の事務所、電話番号分かってますからね、そこに電話かけさせてもらいますよ。私の動画では、ちゃんとね、電話番号も公開してますし、メール、官邸のメールアドレスも公開してますからね。まあ、隠されてるもんじゃないんで、私が公開しても問題ないと思いますけども。まあね、ここ、2週間ぐらい、ぐーっと電話とかメールの要望の件数上がったと思いますよ。ね。忙しいでしょ。仕事してください。ね。お願いしますよ。で、YouTube をご覧の皆様、諦めずにどん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 メールを送りましょう。どん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 電話をかけましょう。そして地元のね、自民党の事務所の方に足を運んでね、そこでね、麻生総理どう思います？こんなこと言ってますよ。私がお金に困ってない人に見えますか？あなたはお金に困ってますか？ぜひ、ね、事務所にいる方に聞いてください。そしたら、お金に困ってますって人ばっかりですから。そしたら、麻生財務大臣分かってないですね。お金に困ってる人は少数だってこう言ってますけども、少数なわけないでしょう。何を考えてるんですか。お金に困ってる人が少数だったら、なんでね、ディスカウントストアがヒットするんですか。なんで、フリマアプリがあんだけ売れるんですか。ヤフオクがなんであんなにね、売り上げ高いんですか。少しでも安いもの、少しでもお金を使わないように。で、使わなくて貯めたお金は全部税金で持ってかれるんでしょ、税金で。なんでね、一生のうちに一番大きな支払いが、住宅ローンでもなくて、車のローンでもなくて、学費でもなくて、生命保険でもなくて、税金なんですか。ね。私たちは一生のうちに、税金に、資金の、自分で稼いだお金の半分払ってるわけですよ。多い方は7割、8割払ってるんですよ。
何のための人生を送ってるんですかね、我々はね。で、税金で暮らしてらっしゃる方は余裕のよっちゃうんですよ。ねえ、何なんでしょうね、これは。ということで、今日は私の興奮冷めやらぬね、動画になってしまいました。お聞き苦しいところをお見せしまして、本当にすみませんでした。また、次回からね、穏やかになるべく行きたいと思いますけども、皆さんの怒りをね、代弁して喋ってくれって方がいらっしゃいましたら、コメントで、これを喋ってくれって言ったら、私が代弁させてもらいますんで、コメントをバッと並んでください。それでは、ありがとうございました。